日本関東地方神奈川県横浜市青葉区へ谷市へ。谷市は神奈川県横浜市青葉区の地名。現行行政地名は江谷市1丁目から江谷市5丁目。住居表示水市区域、青葉区東部に位置する。地域内は全域が東急によって開発された住宅街となっており、旧江田町の南西にあたる。また、当地域に存在した長者が払い席から、 古くは、当地が、鈴木郡の中心地であったと推定されている。地域の北部を、東急田園都市線、国道246号、東名高速道路が通る。また、江谷市一丁目に、青葉郵便局、横浜地方法務局青葉市庁所、藤塚公園、江谷市四丁目に、私立江、谷市小学校がある。東は、江、田町、鈴木区江田南。 三花山、西、南は市川王朝、北は江田北と接している。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、江田西2丁目11番12階の地点で27万6千円、平方メートルとなっている。江田町の内西側に位置することから、江田西とした。また、江田に関しては、江田という言葉が、出田を意味しており、それが由来と言われる。 2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は、 以下の通りである。ありがとうございます。